色画用紙で超簡単にカエルを作ることができます。色画用紙を図のように直角二等辺三角形に切ります。赤枠が1匹分です。1枚を半分に折ったら真ん中のところから斜めに折り上げ、チューリップのような形にします。これが前足になります。そこにもう1枚を重ね、両端を下に向かって折り下げます。これが後ろ足になります。裏返して重ねるとカエルの形になるので、真ん中に糊をつけて貼り合わせます。白い丸シールで作った目玉を貼り、鼻と背中の筋を描けば出来上がりです。丸シールの大きさはカエルに合ったものをお選びください。目の描き方でカエルの表情が変わります。画鋲で留めるときにはめくって目立たないところに刺しましょう。アジサイなどと組み合わせると6月らしい壁面飾りになります。